暗黒魔界の王の力を教えてやろう。私を舐めたことを後悔させてやる。行くぞ。思ったよりずっと強いじゃねえか。ふん、それにしても勝てない相手じゃない。情けないやつだ。ガキの頃の方が強かったぐらいだぜ。あいつ本当にサボち、イライラさせやがる。ん？ご飯が激闘を繰り広げている頃、ビーデルは天下一武道会会場へと引き返している途中であった。ビーデルさん。あ、ゴーテン君、なんでこんなところに。うん、トランクス君がみんなを追いかけようって。パパたち、なんか面白そうなことをしてるんでしょ。ずるいじゃん。あのね、みんなは遊びに行ったわけじゃなくて。仕方ないわね。事情を説明するわ。というわけなのよ。それでみんなそこへ。もう魔導士、魔人、すげえ。聞いたかよ、ゴテン。うん、面白そう。なえ、あっちだよね。ちょっとあんたたち、まさか行く気じゃ。急げ、早くしないとパパたちが敵をやっつけちまう。やだやだ、見たい見たい、マジブってやつ見たい。ゴー、ヤッホー。その頃、ご飯とダーブラとの激闘は未だ決着がついていなかった。くそ、イライラするぜ。よし、この俺が終わらせてやる。そりゃねえぞ、ベジータ。やらしてやれよ。別に完全に負けてるわけでもねえんだしよ。こんなお遊びはどうでもいいんだよ。俺はこんなことさっさと終わらせて、貴様と早く蹴りをつけたいんだ。そのためにあんなくだらん武道会に行ったんだぞ。
バビディ様、とてもいい発見をしましたぞ。これで復活しますぞ、魔人ブーが。おい、逃げるのかお前。逃げる？違うな。このダーブラが戦うまでもない、うってつけの戦士が見つかったのだ。なんだって？どういうことなのダーブラ。奴らの中の一匹にとても強い邪神を持った者がいたのです。あれほどの邪神があれば十分こちら側に引き込めますぞ。そうか、同士打ちをさせればエネルギーはたっぷりいただき、そして魔人ブーはついに復活。なんだってあいつ。よくわかりませんが、自分が戦うまでもないうってつけの戦士が見つかったって。見つかったジュンはどういうことだ。はっ使わせてもらうぞ貴様を。やはりそうか。ベジータさん、悪い心をバビディに利用されようとしているのです。無心になりなさい、何も考えてはいけません。うるせえ、ガタガタ抜かすな。いいぞいいぞ、もうこっちのもんだよ。ついでに秘めているパワーを限界を超えて引き出してあげよう。ベジータさん、あんなやつに操られないで。いいぞ。ではいいところで戦わせてやろうか。パッパラパここは武道会場。なんだあいつら。突然現れたぞ。さあ、なんと言ったかな。ベジータ。そいつらからエネルギーを奪うんだよ。思いっきり戦いな。うるせえ。俺の目的はカカロットだけだ。他の奴らなどどうでもいい。なんというやつだ。まだこの僕に完全にコントロールされないでいる。こんなやつは初めてだ。まあ別にいいけどね。おい。逃げろ！
ベジータ。さあ、俺と勝負しろ、カカロット。これ以上死体の山を増やしたくなかったらな。いけません、孫悟空さん。ここで戦ってしまったらバビディの思うつぼエネルギーを吸収され確実に魔人ブーは復活してしまうのですよ。ベジータ、君をオラに本気を出させるためにわざとバビディの術にかかり自制心をなくしてあんなことをした。違うか？なんだって？こうでもせんと貴様は俺と戦わん。たった一日で貴様は二度とこの世からはいなくなってしまうのに邪魔が入ってしまったからな。そんなことで、たったそれだけのことでこんなバカなことを。バカなこと？バカなことだと？この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ。圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。バビディ、周りに誰もいない場所に帰ろう。オラはベジータと戦うことにした。お待ちなさい。どうしても対決したいというならこの私を倒してからになさい。お父さん、わかりました。お好きになさい。すまね、カヨシー様。望み通り場所を変えてやるよ。パッパラパッ。あなたたちは心置きなく対決なさい。私と孫悟飯さんはこの入り口を壊してバビディやダーブラたちと戦ってきます。ショックを与えて魔人ブーが出てしまってもしょうがないでしょう。どうせならあなた方のダメージエネルギーを吸ってフルパワーにさせてしまうよりはマシですから。運が良ければ復活を食い止めることができるかもしれませんしね。そうはさせるもんか。ベジータ、やめさせるんだよ。邪魔者は始末しろ。さあやれ、やるんだ。断る。海王神たちが何をしようと俺の勝負には関係ないことだ。何？もう一度だけ言うからね。太陽神を片付けてしまうんだよ。さあベジータ。言ったはずだ。俺はカカロットと戦いたいだけだと。俺は誇り高きサイヤ人の王子なんだ。貴様の家来になんかなってたまるか。体と心は支配されても誇りだけは思い通りにならんぞ。信じられない。バビディに支配されながら逆らうことのできる人間がいるとは。それほどまでオラと決着をつけたかったんか、ベジータ。こんなこと初めてだよ。なんというプライドの高いやつだ。構わないではありませんか、バビディ様。どちらにしても
あいつの役目はエネルギーを奪うことなのですから。むしろ海王神たちはこちらに呼び寄せた方がよろしいかと。無理に船に衝撃を与えられて魔人ブーがパーフェクトな力を持つ前によみがえっては面白くありますまい。なるほど、そうだね。パッパラパー、ようこそ。ベジータ、やるかベジータ。おあつらえ向きのいい場所だ。そう思わんかカカロット。おめえからダメージを受けて魔人ブーのエネルギーにしたくねえ。最高の力で早く終わらせてもらうぞ。楽しみだ。あの世での修行の成果とやらを見せてもらおう。さすがだな、あの時のご飯以上のパワー。くわっ、こりゃ早く終わりそうにはねえな。行くぞ、押してやるカカロット。貴様以上の特訓はしたと思うが、貴様は俺のさらに上を行く天才だ。やがって。
自分が穏やかになっていく自分が俺ともあろうものが家族を持ち悪くない気分だった。居心地のいい地球も好きになってきてしまっていたんだ。だから元の悪人に戻る必要があったんだ。おかげで今はいい気分だぜ。本当にそうか？ダーブラ、あの地球人に勝てる自信はあるんだよね？当然です。あんなゴミ間違いなく片付けられます。ん？なぜこうも一気にエネルギーが。そうか。お父さんたちはスーパーサイヤ人をさらに超えたレベルで戦ってるんだ。だから そのダメージもものすごい。出る。魔人ブーが出るよ。どうせフルパワーになってしまったのなら、せめてこれぐらいの抵抗はしてやる。空っぽだ。違う。そんなはずはない。出てこいったら、魔人ブー。残念だったな、バビディ。魔人ブーは今の攻撃で消滅してしまった。私はバビディをねじ伏せてみせます。あとはあなたがダーブラを倒せば、バビディの野望は完全に消え失せるのです。すさまじい気が膨れ上がっている。 これは。え？
頭のところから出ていた煙が、ん？雲？いや、さっきの煙が集まっています。おい、あれ、あが魔人ブーなのですか？そうです。忘れはしませんよ。あの恐ろしい顔は。おい、やっぱりあいつが魔人ブーらしいぞ。あんな奴が。おい、魔人ブー。僕はお前を作ったビビディの子供のバビディって言うんだ。玉に封じ込められていたお前をすっごい久しぶりに復活させてやったんだぞ。今日からお前の主人だ。おい、どうしたんだよ。挨拶だ。挨拶をしろ。ただのバカだ。なぜかは分かりませんが、失敗してしまったようですね。やっと現れたと思ったら、頭もパワーもない間抜け面の生ゴミだ。カチーン！なんだ、このダーブラ様とやろうってのか。人類最大の危機、無邪気な破壊者魔人ブー。すごいぞ魔人ブー。上がった。魔人ブーの気が爆発的に上がった。強い、強すぎる、信じられない。こんなはずではありませんでした。バビディを倒し、魔人ブーの復活を止める自信があった。こんなことなら、あなたたちのように人間でありながらこれほどまで私の力を大きく超えていることが分かっていたなら、あの方法もあったのに。あの方法って？さあ魔人ブーや、僕の言うことを聞け。いいな、逆らってもいいのか？僕はパパのノートを見て知っているんだぞ。お前を弾に封じ込めてしまう呪文を。よし、それでいい。それでいいんだ。さあ、魔人ブー、最初の命令だ。あの二人を始末するんだよ。勝てるかどうかわからないけど、やつを放っておくわけにはいかない。やつが外に出て人々を襲い出したら、きっと大変なことになるぞ。